20年以上来てますね。最初はアメリカ人の友人のマルコム・ライトと2人でアメリカ国内を3年間巡回展をしてたんです。その時にデンバーミュージアムで展覧会があって、その時にここへ寄って、ワークショップをしました。それで初めてアンダーソンランチに来たんです。ここがね、素晴らしいっていうのは、景色も素晴らしい。まず日本は夏すごく暑いんです。で、最初来た時は夏だったんですが、すごく快適、涼しくて、それからここで仕事をするようになりました。ここで一番好きなの、さっき言いましたように、そのすごく気候がいいということと、それからこのアンダーソンランチはいろんなアーティストがいろんなとこから来て、いろんなアーティストに会えるということが一番の、ここに来たいわゆる理由というか、大体僕は、ここへ来てから、ろくろに座ってから何を作ろうというんですけど、でも今までにその大きな展覧会をやって、そのためにここで作るという仕事が多かった。最初は、展覧会があって、そのために、作って、それから3年前は80歳の展覧会をやるということです。そのためにまたいろんなところへ行って、まだここにも年に2回来て、そのために窯を作るとか、そういう、また、来年大きな展覧会を日本でするんですが、そのためにここで作るという、仕事をしています。例えば酒を飲んだりしてる時に、こういうものを作ろうというような、こともたまに、ありますね。それとか、おいしいものを食べてる時、こういう器を作りたいなとか、そういうふうなことを思ったりもします。サンキュー。